はい、皆様こんにちは。私たちは2人でトロロです。はい、アカペラバンドは基本6人5人または4人と組んでいますが、私たちは2人でトロロです。はい、これがですね、後輩の皆さん、私たち2人のスタンスでやっています。はい、先ほどにもありましたように、私たちは2年前にね、そうですね、さよならをありがとうライブ、そうですね、あ、この2人なんぞやって思った人はぜひとも2017年ありがとうライブを見てもらえると、すごい9分間がキュッと詰まってるので、ぜひともね、そちらの方をねご覧いただければいいかなとは思っております。すごい衣装変わったって言ってくれて、はい、衣装変わった、単純にもう捨てたんですよ。捨てたんです。はい、捨てたんです。で、前はね、なんかピンクと白のワンピースだったんですけど、やっぱりあれは似合わないということで、ね、2年前に、ね、方向性の違い、方向性、そうですね、まあ、正直私たちこんな喋り方してるんですけど、これも方向性の違いということで、ね、そうなんですよね。そうなんですね、バランス歌うからこういう感じで聞かないといけないみたいな、そうそうそう、そういうやつですね。そう、こんな声発するとか、なんかこうしてやらなくてもいいんだよねっていう、それも方向性の違いというか。まあね、後輩の皆様はどん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 バンドを組んでいくと思いますが、お二人でもやってるじゃんみたいなっていうので、なんかやってみようかっていうので組んだんですけども、まあ二人だとちょっと一番大事なね、ベーバーのありがたみを知るというね、リズムが刻めない二人だとなかなか合わない合わない。え、そこでやっぱり方向性も、そう、それも方向性の違い、だからね、ぜひとも後輩の9期の8期の後輩の皆様はね、どんどんいろんなバンドを組んでいって、いろんな経験をしてもらって、そうするとまたこう2年後に呼ばれるみたいなこともね、あるので、いろいろやめないでほしいです。ああ、そうですね。自己紹介しときますか、一応。あ、いいですか。じゃあ、まあ、あと名前知りたかったら、後でこちらの方までお越しください。こちらの方まで。似た名前だよっていう感じ、ね、まあ、そうですね。まあ、はい、肩身が狭いのでもすぐ、はい、はい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 、まあこれもね、もう行こうね。そうなんだよ、もうこんなことやってる時間じゃないしさ、私たちもこういう喋り方ないんだ本当は。はい、ということで、はい、ではまた呼んでくれた6期の皆様にはありがとうございますという、ありがとうございます。半年までいっぱい借りな、それではもう一曲しかないんですけど、本当にちょいちょいと終わるんですけど、聴いてください。さよなら、大好きな人。さよなら、大好きな人。さよなら、最後だと言い聞かせて
かせて涙よ止まれ最後に笑顔覚えておくため、さよなら大好きな人、さよなら大好きな人、ずっと大好きな人、ずっとずっと大好きな人、ずっとずっと大好きな人、ずっとずっと大好きな人。